子供食堂は子供やその親及び地域の人々に対し無料または安価で栄養のある食事や暖かならんを提供するための日本の社会活動。2010年代頃よりテレビなどマスメディアで多く報じられたことで動きが活発化し、個食の解決、子供と大人たちのつながりや地域のコミュニティの連携の有効な手段として日本各地で 同様の運動が急増している。子供食堂の形態は、運営者次第で様々な運営形態があり、参加費、開催頻度、メニューも、食堂ごとに違いがあり、明確な定義があるわけではない。東京都大田区、気まぐれやおやだんだん強いて定義を述べるならば、子供食堂1号店ともされる、東京都大田区東屋口の気まぐれやおやだんだん子供食堂では、 子供が一人でも安心して来られる無料、または定額の食堂としており、地域でのネットワークを作ることを目指した全国ツアー、広がれ、子ども食堂の輪。ではそれに倣って、子供のための食堂だけでなく、例えば高齢者の食事会に子供が参加している場合なども、子供食堂と広く捉えていますと述べている。また、朝日新聞は、民間発の取り組み、貧困家庭や、 ご食の子供に食事を提供し、安心して過ごせる場所として始まった東京都豊島区で子供食堂の運営などに携わる民間団体、豊島子供ワクワクネットワークは安価な料金、または無料で子供や親子に食事を提供する場、子供食堂ネットワークでは子供が一人でも利用でき、地域の方たちが無料あるいは少学で食事を提供する場所としている。 子も食堂とは呼ばれていないものの、地域で子供の居場所を提供している団体が毎日食事を提供していたり、学習支援のための団体が学習の前後に食事を出したり、高齢者のための集まりの場を子供や子育て層に開放し、他世代が交流しながら食事をとったりするなど、実質的に子供食堂と同等の役割を果たしているケースもある。 地域で食事を提供する活動は日本の歴史上では昭和時代後期にすでに存在していた。1980年代には各家族化が進み、介護は家族ではなく社会全体で担うものとの考えが世間に浸透したことで独居老人に会食や配食を提供するボランティア活動が日本全国で広く普及し始めていた。一方で、 子供の貧困は2008年頃から社会的に注目されるようになったと言われ、待機児童問題は2013年頃から表面化したと考えられている。同2013年には子供の貧困対策の推進に関する法律が成立し、子供の貧困対策として様々な事業が日本全国で増え始めた。子供食堂の活動が 活発化したのは前述のように2010年代だが、子供の居場所や食事の支援への取り組みはそれ以前にも存在していた。児童館で、孤食や欠食の子供たちと共に料理をして、食べたり、個食解消のために食事の場を提供する例、プレイパークでの食事会の実践、コミュニティカフェや自治体の会館での食事会などが、その一例である。 広島県の元保護士である中本忠子は家庭環境に恵まれない子供や青少年への無料での食事の提供事業、食べて語ろう会を1982年から開催し続けており、これを子供食堂の元祖とする向きもある。2008年に病気や怪我を負っても貧困のために医者にかかることのできない子供が3万人いたとの報道があり、これが 子供食堂の拡大につながったとの意見もある。名称として、子供食堂の名が用いられ始めたのは2012年とされ、前日の気まぐれやおやだんだんの一角に、子供食堂が設置されたことが最初と考えられている。同店の店主である、近藤博子は、歯科衛生士であるとともに、地域のいい場所づくりにも携わっており、仕事を通じて、 食事の偏りがちな子供たちの存在を知り、子供食堂を開店したという、子供が一人でも入れると同時に、大人も入っていい場所との意味で、子供食堂と名付けたのだという。当時は、まだ地道な活動ではあったが、口コミで徐々に活動が、周囲に伝わり始めていた。近藤が無農薬野菜を中心に扱う八百屋を開業したのが2008年、学習塾講師を招いて、 子供の勉強を支援するワンコインペラ小屋を併設したのが2009年。翌2010年、近隣小学校の副校長から一人親で給食以外の食事はバナナ一本という子供がいると聞いて心を痛め、ボランティア活動の仲間らと検討、準備を経て2011年8月に現在の子供食堂を開いた。2012年に前述のワクワクが発足し、 東京都豊島区金目町に金目町朝焼け子ども食堂が開店した。その活動が2014年4月に NHK の情報番組朝一で紹介されたことを機にテレビ、新聞、雑誌など多くのマスメディアから注目を集め、子ども食堂が日本全国的に広がるきっかけになった。ワクワクの事務局長である天野恵子によれば、この放映以来、 ワクワクには見学希望者や取材の依頼が増え、クローズアップ現代、ニュース23など、多くのテレビ番組でも取り上げられるようになったという。前述のように子どもの食事の支援自体は、以前から存在したが、子ども食堂というネーミングがこうをそしたことで、マスメディアに取り上げられる機会が増えることとなった。子も食堂ネットワーク参加店舗の一つ、神奈川県川崎市中原区の 気づき子どもキッチン。2015年、子ども食堂同士で、横のつながりを作り、食材や情報を連携することを目的とし、子ども食堂ネットワークが発足し、北海道から九州に至るまで多くの食堂がこれに参加した。同2015年には、ワクワク主催により、子ども食堂サミットが開催され、このサミットで子ども食堂の存在を知った多くの人々から、 子ども食堂を始めたい、手伝いたいとの意見が寄せられて、子ども食堂が日本全国的に広まるきっかけの一つとなった。翌2016年1月にも、子ども食堂ネットワークとワクワクとの共催により、同サミットが開催され、2015年から2016年にかけて活動を開始した首都圏の子ども食堂20件が参加し、 新しく子ども食堂を開店したいという参加者たちも多く集まり、その参加者は定員200名をはるかに超える300名に及んだ。同2016年4月からは日本全都道府県で子ども食堂の啓発活動を行い、それをきっかけに地域でのネットワークを作ることを目指した全国ツアーとし、前述の広がれ、子も食堂の輪が開始された。同年には、 東京都で子ども食堂の作り方講座のように子ども食堂を始めたいにもかかわらずその方法がわからない人々に向けての講座が開催されるなど食堂を作る取り組みも活発になり始めた。その後、福島県の福島の子ども食堂ネットワーク、茨城県の子どもの居場所学習支援、子ども食堂茨城ネットワーク会議、奈良県の奈良子ども食堂ネットワーク、 福岡県北九州市主体の運営による子ども食堂ネットワーク北九州など子ども食堂の設立や運営のための様々な団体が日本各地で設立され続けている。マスメディアでは常日の報道例の他にも2013年に週刊ニュース深読みでの6人に1人どうする子どもの貧困や NHK スペシャル見えない 貧困未来を奪われる子供たちなどの放映により、子供の貧困などの問題が表面化しており、子ども食堂の運営者たちの多くも実際に、それらのテレビ番組を見たことで問題を解決したく思ったと語っている。子ども食堂の総数は2016年時点で300とも言われ、食堂を支援する民間団体、子ども食堂安心安全向上委員会は、 2018年時点で2286カ所と発表した。ただし、日本全国的にそれらの食堂を統括する組織は、なく、実質的に子ども食堂と同じ機能を提供しているにもかかわらず、子ども食堂を名乗っていないケースもあるため、実際の総数は不明である。2019年には、ファミリーマートが、コンビニエンスストア約2000店のイートインで、ファミマ子ども食堂を、 同年3月から展開すると発表した。1回約10人で、小学生までが100円、中学生以上は400円で弁当などが提供される。対象は、各店近辺に住む子どもと保護者で、小学生以上は保護者が同意すれば一人で利用、可能。子ども食堂ネットワークの事務局は、全国展開する企業が主体的に取り組むのは初めてではないかとコメントしている。 2019年6月26日、民間団体の全国子ども食堂支援センター、結びへの発表によれば、日本全国に少なくとも3718箇所あることが分かった。昨2018年調査の2286箇所から約1.6倍になった。年間の利用者は推計で、延べ160万人に上る。多いのは東京都、ついで大阪府。 神奈川県。逆に、最も箇所数が少ないのは、秋田県、富山県、山梨県。神奈川県横浜市鶴見区、生麦子供食堂開催頻度は月1回、または月2回が多く、運営側からも、月1回のペースなら、気負わず無理なく、長く続けられるとの声がある。ついで月に2回から3回、週1回と続き、週5日、以上開催する食堂も多い。 時間帯は平日夜が多いが、登校前の朝食の時間帯や、給食のない週末の昼食時、長期休暇期間を中心として取り組む、食堂、夏季休暇や冬季休暇に限定して営業している、食堂もある。参加費は、子供については、お手伝いなどの条件付きを含めて、無料としているところが、半数以上であり、有料の場合は50円から500円。 ついで100円から300円のところが多い。保護者など大人については、子供より割高に設定されている場合が多い。子供、大人ともに完全無料の店もある。また店によっては、金銭区の人が無理しないよう、大人は、所持額に応じて自分で支払い額を決めることができ、所持額に余裕のある人は、寄付を兼ねて多めに支払うことのできる仕組みを、 取り入れている場所もある。なお、多くの子供食堂は、営利目的でなくボランティア活動であることを明確に、するため、料金ではなく、参加費と呼んでいる。提供する食事の内容は、農業が盛んな地域のために、野菜中心の料理、バランスの取れた料理、プロの料理人にこだわった料理、バイキング料理やビュッフェ、店によって様々である。 健康と食の安全性などの考慮から、有機農業による野菜など、化学調味料不使用、動物性食材不使用、食物アレルギー対策を謳った食堂もある。栄養バランスだけでなく、店によっては、胃を満足させるために、月1回は、肉料理の日を設けたり、他世代が集う店では、定期的に、カレーライスなどの他世代に好まれるメニューを、正月には持ち、 象におせちを振る舞ったりといった工夫もある。日本国外の住民が多い地域では宗教上の理由で食べることを禁じられている食材に配慮している場合もある。中にはより深刻な状況下にある子供のために一週間分の食事を冷凍して自宅に届けたり自宅まで食事を作りに行ったりしているところもある。食事以外にも宿題の時間、 自炊の力をつけるために子供も調理に参加するなどの活動、地域住民との交流の場を組み合わせていることもある。遊び場として提供されていることもある。大人たちが遊びを提供しなくても子供たちが自然に遊び始めるところもある。また、無料学習塾を兼ねているところもある。古食や子供の貧困など、家庭の事情を抱えている子供も来店する中、 そうした子供たちに助力したいという気持ちを抱きつつも、あえて事情を詮索せず、当事者たちから助けを求められるまで待つという姿勢を守る店が多い。中には、それと対照的に子供たちの問題を丸ごと抱えようと、キリスト教の修道施設の一部を場所に選び、中高生向けの施設の相談員や民生委員の経験者が代表を務め、調理や、 学習支援のスタッフに加え、自閉症スペクトラム支援士などの専門資格の所持者が揃っている店もある。本来は貧困家庭や、孤食の子供に対し、食事や安心して過ごすことのできる場所を提供する場所として始められたが、後には、地域のすべての子供、親、地域の大人など、対象を限定しない食堂も増えている。子供との交流や、 家族的な何かを求める来店者が多く、愛席も多い。大人も参加可能な店では、母子での参加も多い。孤立しがちな母親が、同世代と交流可能な唯一の場所として、来店したり、高齢者の多い地域では、一人で家にこもるよりは、といって来店する人も多い。子供のみならず、地域の全住民に対して開かれた空間を目指すとの意味で、店名に、 子供食堂の名称をつけていない店もある。人員、費用食材に関しては、子供食堂がマスメディアで取り上げられたことで、生産者からの直接の食材提供、調理のボランティア、資金の寄付など協力が増加し始めている。運営は、NPO 法人や民間団体、住民による、有志、個人などによる。専門家が運営に携わるところもあるが、 ボランティアによるものが大部分であり、食事を提供するという敷居の低さが、ボランティアによる運営のしやすさにもつながっている。子ども食堂ネットワークの事務局担当者によれば、子育てが一段落した50歳代から60歳代の主婦たちが活動の中心を担っているという。ボランティアの人員は、地元の主婦たちのほか、調理学校の学生、 家政学を学ぶ学生が調理を手伝ったり、大学生が子供たちの遊び相手をしているところ、中には子供がボランティアがいるところもある。これから子供食堂を始めようと思っている人々が見学も兼ねてボランティアを務めているケースも多い。子供を連れて来店していた母親がその場の楽しさのあまりスタッフに参加したケースもある。大阪府池田市では、 2001年に起きた付属池田小事件を小学1年生当時に体験した青年が自分を支えてくれた人々への恩返しとして自分が子供を見守るべく子供食堂を切り盛りしている一般人以外による運営としては小学校の PTA が運営に加わっているところや地元の医師が顧問を務めたり地元の社会福祉法人の職員がボランティアで 送迎の車を走らせているケースがある。学校を開催場所とし、その校長や教職員が参加して、子供の相手や保護者の話し相手を務めている店もある。沖縄県では在日アメリカ軍基地の多くの関係者が子供食堂のボランティアに参加し、公表を得ている。2016年頃からは生活協同組合や農業協同組合も連携し始めている。活動の規模は、 数十人の参加による大規模のものから10名程度の小規模のものまで様々である。運営に要する費用は主に寄付や持ち出しなどによって賄われている。インターネット上のウェブサイトやフェイスブックで活動の様子を伝えた上で寄付を募るケースも多く、クラウドファンディングで資金を募っている食堂もある。公的補助や民間企業の助成金などでも賄われており、 モデル事業として運営団体に対して助成金を送っている県、地域の福祉団体が費用の助成、運営への助言や支援を行っている県もある。事業家が手軽という理由で参入する自治体や団体も多い。食堂に通う子どもたちが募金箱を作ってコミュニティセンターや地域の委員に置いたり、運営者がオリジナルの文房具などを販売して運営の足しにしたり、 高齢者たちによるバザーの収益金が寄付されたりするケースもある。食材の調達方法はごく普通に近隣のスーパーマーケットや商店街などで購入する場合もあれば寄付、余り物の持ちより傷や変形のために商品にならないものの譲り受けなど様々である。フードバンクから食材を仕入れることもある。 農業共同組合の支店が地域貢献活動として米や野菜を提供したり畑作りのボランティア団体や趣味の家庭菜園で野菜を多く作りすぎてしまった住民が野菜を提供したりしているケースもある。子供食堂が結婚式場に対してバイキング料理の残りが欲しいと申し出たところ式場側が残り物では申し訳ないとして米料理やスープを作って届けている場所もある。 野菜や米と比較すると肉類は提供が少ないものの肉類を無償で提供している養豚業者もある。寺の供物を提供しているところもある。場所は公民館や児童館など公的施設のほか、事務所、空き店舗、民家、飲食店、医療機関や介護施設の交流スペース、寺などが用いられている。プロが作るごちそうを食べさせたいとして喫茶店が 定休日に開催しているところもある。企業の社員食堂、小学校のランチルーム、大学の学生食堂、空き家、廃校、トレーラーハウス、貸し倉庫、神社、教会などでも開催されている。家庭の事情で一人暮らしとなった一軒家を、寝室以外を丸ごと提供し、食事以外にも様々な遊びの場としている家もある。 来店した子供たちからは、みんなで食事ができて楽しい。嫌いなものでも、みんなで食べると不思議と食べられる。友達と遊んだ後、そのまま一緒に晩ご飯を食べられて楽しい。孤食になりがちな子供からは、家に食べ物がない時もあるので、嬉しい。子供と共に来店した母親からは、子供の食が進む。自分たちだけではこんなに品数は作れない。野菜も取れないなどの感想が寄せられている。 また、食事以外に対しても、子供たちからは、面白い大人がいるので毎回楽しみ、大きな家族ができたよう、大人たちからは、子供が、のびのびと遊ぶことができ、ストレス発散の場になる、他の人たちと話すきっかけになる、毎日がバタバタしていて、ここに来て心が落ち着いたなどの感想も寄せられている。母親同士が仲良くなり、情報交換の場も生まれている。運営側では、 子供食堂を手伝うことが生きがいと語る高齢の女性もいる。小学生の子供と高齢の男性が共通の趣味の話題で盛り上がっているといった事例もある。東日本大震災にあった東北地方では震災で失われた地域のコミュニティづくりに役立てたいとの声もある。北海道札幌市の子供食堂カオカオの運営に携わる政治学者の吉田徹は 子供食堂の対象になる子供は、貧困家庭のみならず、遊であっても一緒に食べる家族がいない、個食、いつも同じものを食べる、型食、一種類しか食べ物がない、個食などニーズは多様であり、こうした様々な個食の解消が子供の健康や教育環境の改善、子育ての問題にもつながるとしている。また、子供食堂には補助金や様々な制限など、 行政が介入していないからこそ柔軟に運営できている面があるとしている。子どもの貧困対策や食品ロス問題などに取り組む政治家の竹谷敏子は子ども食堂は栄養管理と同時に多くの人々が携わることで子どもの孤立を防ぎ食を通じて子どもたちを支援する大きな機能があるとしている。また子もと地域の大人たちが共に食事をすることで 子供と大人たちとの交流や情報交換が増えて地域のネットワーク形成につながる点や子供たちの来店を通じて子供の貧困の実態を地域住民たちが認識するなどの点で副次的な効果も生まれているとの声もある。前述のように商品にならない食材を子供食堂で譲り受けることにより食品ロスの解決につながっているとの評価もある。前述の 子ども食堂サミットは毎年開催されており、2017年に行われた子ども食堂サミット2017では、子ども食堂を安定した継続にあたっての課題として、継続に要する資源などの継続した確保の手段と支援が必要な子どもたちとつながっていく手段の2点が挙げられている。運営側が危惧している問題点としては、 本当に食事を必要としている子供たちに対し、子供食堂の情報が届いているかどうかという点が多い。食堂の存在が地域に浸透していない、周知が不十分といった声も聞かれる。群馬県館林市が2017年3月に実施した子供の生活実態調査によれば、子供食堂を全く知らない保護者は全体の4割以上に当たることが判明し、 保護者に対しても情報が必ずしも行き渡っていない現状も明らかになっている。また、2018年4月に子ども食堂安心安全向上委員会が朝日小学生新聞の紙面で小学生に子ども食堂についてのアンケートを呼びかけたところ、全国から323人の回答が寄せられたが、子ども食堂について知っていた子は半数であった。さらに、実際に、 子供食堂に行ったことがあるかどうかという質問には93%がいいえと回答した。こうした課題の解決策の一つとして行政による広報宣伝などのバックアップも求められている。子供食堂への出入りが周囲から貧困家庭との見られかねないという懸念から本当に貧困状態にある子供はこうした食堂を利用しにくいのではといった意見があり、実際にそうして 出入りを敬遠する子供がいたとの報告もある。同様の理由で、特に女子は来店しにくいとの指摘もあり、実際に来客の男女の比率が8対2だったとの報告もある。群馬県大田市の子供食堂でも、30人から40人の利用者を見込んでいったところが、実際の利用者は10人から20人程度であり、これも貧困世帯が対象とのイメージが広がっている。 ことが、その原因と見られている。マスメディアによって、子供食堂のことが多く報じられたことで、子供食堂イコール貧困対策というイメージが広がりすぎ、来店しにくくなっている子供ができたとの指摘や、親が出入りを禁じるなどの状況が生まれていると危惧する、声もある。前日の、気まぐれや親だんだん子供食堂も、マスメディアに取り上げられ始めた当初は、 貧困対策としての視点からの報道が多かったという。子供食堂の開催希望がその場所を求めて公民館に申し込んだところ、困窮者が集まる地域と思われる貧困の子供はいないと難色を示され、どんな子供でも楽しむことのできる場所だと説明を繰り返した末に開催にこぎつけたように貧困対策というイメージから抵抗を持たれるケースもあり、 日本各地で模索が続けられている。子供食堂の存在を知るには、情報収集力を要し、足を運ぶには行動力や交通費を捻出する、経済力も必要だが、貧困の最中にある人々にはそうした力がないとの、指摘もある。児童虐待を受けている子供が、親が発覚を恐れていくことを禁じていると危惧する、声もある。 誰でも利用できる場所としている子供食堂には、貧困や孤食など、本当に支援を必要とする子供にどうすれば、来てもらえるかが共通の問題であり、冬休み中に毎日開催したが、来てほしい子供が一回しか来なかった、地域の幼稚園の子供と保護者が一クラス丸ごと来店し、本当に来て欲しかった子供が来店を遠慮していた、困っている親子というより、 安く健康的な食事ができるから来ている。普通の親子が多い、夕食の手抜きを目的とした母親の来店が増えて、いるとの声もある。子供食堂から、子供の貧困、貧困家庭、貧困対策のイメージを遠ざける例としては、店の名前にあえて、子供食堂と名付けず、子供だけをつけたり、子供すら店名に含めないところもあり、貧困家庭というレッテルを貼られることのないよう。 利用対象を地域住民全員に設定している店もある。開設当初から誰でも来店できる食堂という概念を重視し、恵まれない子どもたちのためにといった弱者支援のような態度を取らない店もある。高齢者や障害者にも立ち寄ってもらうため、名称を地域食堂にするケースもある。自ら助けを求めにくい子どもたちへの対策の一つとしては、 東京都文京区で2017年10月から始められた子ども宅食が挙げられる。これは LINE で申し込んだ利用者に対し、食材や加工食品などを自宅宛に直接配送するという全国的に見ても前例のないもので利用者から好評を博している。子ども食堂の開催場所は調理可能な場所であることはもちろん子どもが徒歩で通えることなどが 条件に課せられており、これを子供食堂の運営上で最大の課題とする意見もある。東京都足立区の子供食堂では自分も食堂を始めたいと言って相談に来るものの場所の問題で行き詰まっているとの声が聞かれる。これまでに閉店を強いられた子供食堂の一つにはバーとして用いられていた店舗を借りたため、 本度が少なく、椅子が高くて落ち着かず、行き帰りに車が必要で、駐車料金がかかるなどの声が寄せられていたケースもある。個人宅で開催している子ども食堂では、食事や調理のスペースにも限界があり、告知も届きにくく、子供が気楽に立ち寄ることもあまり期待できないとの声も、ある。こうした場所の問題の解決策の一つとしては、朝食なしで登校する子供向けに、 通学路にバナナ一本を食べる場所を設ける街角子ども食堂おはようバナナといったユニークな取り組みもある。食事を提供する場である以上、食中毒などの衛生問題も懸念されている。どこか一つの食堂で食中毒が起きれば全ての子ども食堂にマイナスの影響が及ぶ可能性も示唆されている。通常の食堂では洗浄設備やケーキ類を整え、 確認検査を受けての営業許可が必要だが、子供食堂のような福祉目的の場合、許可は必要ないと判断されることが多いことも問題視されている。教育学博士でもあるアグネスちゃんは、子供食堂の存在を知り、自分も何かできないかと友達に相談したところ、食中毒でも起こしたら大変だからと止められたという。社会活動家のユア様ことも広がれ、 子も食堂のは、全国ツアーで20カ所以上の地域を訪れた際に、どこでも参加者から、衛生面の配慮や保険についての質問が出ていたと言う。多くの子も食堂は何らかの保険に加入しているが、湯浅さんは保険にまで手が回っていない食堂も存在していることを指摘している。この課題の解決に向け、商品安全確保について、研修会を実施し、衛生マニュアルを作成。 配布することで、食材の扱いと調理の上で、最新の注意を払っている食堂もある。調理担当者に懸便を義務付け、生物は一切提供せずに、必ず加熱調理するなどを徹底している食堂もある。また2018年4月には、前日の子ども食堂安心、安全工場委員会により、食堂を保険面でサポートするためのクラウドファンディングが開始された。 運営資金もまた課題の一つである。前述のように運営資金のための寄付を募ったものの、現実には運営資金の大半が店の代表者の個人負担となっており、組織の持続的拡大のために運営資金の確保が問題となっているケースもある。前述のように子供食堂が日本全国に広まったことはマスメディアによる影響力が強いが、 マスメディアの力はあくまで一時的なものであるため、継続的に力を貸してくれる支援者も求められている。子ども食堂は民間での取り組みだが、本来は子どもの食堂は行政責任で解決されるべき課題であり、食事の保障は学校での福祉課題でもあるとの声もある。この実践としては、学校現場で朝食を取らずに登校する子どもたちのために、 教師の自己努力でおにぎりを提供しているケースもある。子供食堂の開催頻度は前日のように月に数度、週に数度程度であり、これによって子供の貧困の解決につながるかどうかといった批判も少なくない。シングルマザーと子供たちの生活のために活動する団体である NPO 法人シングルマザーズフラムの理事長である。 赤石知恵氏は子供食堂の取り組みを素晴らしい取り組みと評価しながらも300万人いる相対的に貧困であると言われる子供たちに何パーセントがそこにつながれるのであろうかと指摘している。子供食堂が必要となる背景には親の貧困の深度が深まり、介護問題や労働問題などが重なった末、育児放棄などで満足に、 食事のできない子供ができたという事情があることから、そうした社会の問題を変えていかないと根本的な解決にはならないとする意見もある。これに対しては、確かに子供食堂で貧困問題が解決するわけではないが、貧困問題を多くの人々の気づいてもらうきっかけになり、人々が問題を知ることが、いずれ社会を変えていく動きへとつながっていくとする意見もある。 アメリカ合衆国やイギリスでは貧困対策として学校の放課後学習支援や修行前に朝食を出す朝食クラブという取り組みがある。アメリカでは2010年時点で12万5000校のうち70%に当たる8万7000校、イギリスでは2007年時点で小学校46%、中学校62%がこれを実施している。イギリスの朝食クラブには 政府が子供の貧困撲滅の目的で学校に出している特別補助金を利用しているものもあり、日本の子供の貧困対策案を考える上での模範との声もある。ドイツのライプツィヒでは、ライプツィヒシ子供と夫人の支援団体により2012年にライプスガー・キンダ・エディー・ブニスレストランが開設された。単に子供に食事を提供するだけではなく、調理の楽しさを教えながら、 食事と健康について教えることを心がけられている。フィンランドにはレイキプイストと呼ばれる子供の遊び場で夏休み期間中の平日に子供たちに無料で食事が提供されている。子供たちにとって最も安全な場所として市営で運営されており、首都のヘルシンキには65箇所存在する。ありがとうございます。